一体、いつなのか、ネジが見事にぶっ刺さってやがりました。今回は、ホームセンターで売っていた、こちらのパンク修理キットで修理してみます。修理の手順は、この通りです。タイヤを外したところ、1の作用。先は尖っていないのに、嫌がらせ？穴の様子。作業のしやすさを確保するため、空気を入れ、へこみを直します。この作業は本来、ネジを外す前にすべきでした。キットの中身です。2の作業。3の作業。4の作用。撮影のためタイヤを寝かしていましたが、立てた方がいいと考え、立てました。5の作用。6の作業。7の作業。なかなか刺さらない。やっと刺さった。8の作業。9の作用。先を数ミリメートル、残して切ります。あとは空気を入れる、10の作用だけ。10の作用。意外に思われるかもしれませんが、軽のタイヤ1本くらいなら、アタッチメントさえ合えば、少々時間がかかりますが、携帯用自転車の空気入れでも、空気が入れられます。2キロ近くまで入れました。完成、装着してすぐ、近くのガソリンスタンドにて、空気を2キロまで入れました。3ヶ月後の現在も、問題なく走っています。